この番組はホームゲームを中心に愛媛 FC の試合結果や活躍した選手、愛媛 FC のイベント案内などをお送りします。ファイト愛媛 FC ホームゲーム直前ドイーネスタンパークダイアリー。どうも愛媛 FC 営業部の土井壮介です。さあ今回番組を一緒に盛り上げてくれるのはこのお二人です。自己紹介お願いします。背番号1番ゴールキーパー徳正健太です。お願いします。お願いします。そして、はい、背番号20番ミッドフィルダー矢田朝日です。お願いします。お願いします。あの背番号1番をそんなに迷いましたえらい時間ありましたけど、ちょっとね、はい、はい、ということでちょっと今回、あの前回も出ていただきましたけども、ちょっと企画変わりましたんで、題してエキペディア。どうもお願いします。お願いします。今回は徳重選手のエキペディアなんですけども、はい、まあさすがプロ20年目ですか、徳重さんって。まず国見のもうこの書いてますけども、大久保さんとか、平山さんがねこう上下にいてとかっていう、まあもう最強国見世代の守護神っていう形でしたけども、いや俺もこれ記憶残ったんですよ。残ってる。ケンさんがキーパーでビッグセーブしてるの。いやいや見てました。見てました。プロ入り前鹿児島実業高校への進学を希望していたが、金銭面の問題で両親に説得され国見へ進学したって。なんですかこのなんか昭和の漫画みたいな。うち3兄弟で。はい。あんた長男よね。はいはい。どうするみたいな効率で強いところっていうのを、うん、探してたんで、まあまあ特にこの時代九州がね、うん、強かったですけど、まさかこう坊主と坊主の高校を天秤にかけるっていう。なんですよ、はい、中学も、あ、中学も中学も坊主。レッズ時代に襟足伸ばしてたっていう話してる写真だけは見たことある。見たことある。写真は見たことある。坊主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 のやっぱ反動ですかね。反動です。反動ですごい反動が襟足を伸ばしてたと。高校野球でやるあれもう止めてたしね。そういう背番号1番着させてもらうのは愛媛が初めて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。え、それはまあプロになってから。プロになってから、はい。おお、それも結構やっぱキーパーって1位へのこだわりというか。そうですね。うん、ありますね。あ、はい、あ、じゃあやっぱプロになって1位いつか来たいなっていうのが叶ったのは愛媛っていう。はい、そうですね。正直どんな気持ちでしたその時は。すんごい嬉しかった。あ、すんごい、すんごい嬉しかったシンプルにこれが一番そうですよね、はい、サポーターの方たちも、はい、徳重健太1のユニフォームはもっと買ってくれっていう。そうですね、買ってもらえたら。そうそう、でも徳重さん的には一番まあ嬉しい、一番ってことはまあもちろんね浦和時代とかもいろんな時代も嬉しいと思うんですけど、うんうん、特別な位置っていう、うん、プロで初めての一番なので。いいっすね。意外と、うん、ここ最近すごい平さん来てからいじられてるんで、うん、そういういじられキャラとしての一面を持ってるとか。徳重さんがなんかねこう練習中でめちゃくちゃハードな練習してて、うん、でもうみんなフィールドの選手はハー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 なってて、でなんかこうボールが徳重さんの方に何球かあったから、あの誰かコーチがボールちょっと何球かくれって言って、でも早く進めたいのになんか徳重さんなんか聞こえてんのになんか聞こえてないふりずっとするみたいな、なんか小ボケずっと小ボケずっとしてたんですよ。なんかうわっあれみたいな、なんかで、あの時に僕は徳重さん結構小ボケ好きなんだよっていう、そういうの、そういうの、うん、あ、結構やる。好き好き。結構やる。結構やる。ちょこちょこ、じゃあ多分キーパー陣に聞いたら、親父ギャグじゃないけど、もう出てる可能性ありますか。もういじられてる、そこをいじられてきてるんで。ああ、なるほど。来兵とかに。もうえってみたいな。マジか。ケンちゃんって言われますから。なるほど。ケンちゃんじゃねえよって。そういうちょっとね、こう、だから、一番ベテランですけど、とっつきやすい。一面もあるということで、でちょっとまあでもいろんな情報出ましたんで、ぜひサポーターの皆さんいろいろと書き込んでください。8月13日日曜日は18時からガイナーレ鳥取とホームで対戦します。いろんなイベントやりますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。せーの、ドイーネ。みんなで愛媛 FC を応援しよう。ファイト愛媛 FC。